さあほら笑い合おう。このチャンネルはモアイとマサヤのチャンネルなのだ。飲みたくないの。飲み足り飲み足り飲み飲み足りないと。最近今やってるやつだとこの間見たのはね、筋肉マンの新しいやつ。あ、なんか11時とかにやってるんでしょ今。そう。あ、なんか CM やってて、初めて知った。これ筋肉マンはあの宮野真守くんがやってるんだけど。そうそうそう、全然違和感なかったぞ。CM を見てね、うん、あの神谷さんの声を、うん、まあ寄せてるっちゃ寄せてるんだけど、うんうん、全然違和感なかった。全然違和感なかった。うまいね、確かに。うまかった。うん、結局あれ2世があって今の新しいやつをまた親父の話になるんですか。うん、そうそうそう、あの筋肉すぐるの続編みたいな、うん、まあ、リブート的な何か、まあ、そんな感じで。あとね、頭おかしいなと思ったのがね、鹿の子の子、あ、鹿の子、え、なんだっけ、鹿の子の子の子、虎視眈々っていうアニメか。何それ。あ、なんか鹿って調べたら検索で一発出てきた、うんうん、え、鹿の、ものすごい頭のおかしいアニメが久々に出てきたなって。どの系なんか、あの絵面だけ見るとなんか可愛い女子高生、ね、うん、可愛い女子高生でしょ、うん、鹿が出た。全部ひらがな。そう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 。ちょっと待って、鹿だ。ちょっと待って、なんか。このアニメは、ものすごく頭がおかしい。本当になんかもう、酔っ払ってみたら面白いよ。僕はね、映画好きなんでね、全部パロディーが分かったよ、うん。いろいろなパロディー出てくるしね。トータルリコールだろ。うん、で、あの、ホタルの墓もあったぜ、今。うん、普通に、あの、うん、普通に主人公がコナン君とか、はじめちゃんとか言っちゃうんだよ。ちょっと あの見ようか。いや、今収録中だった。ごめん、そういえば収録中だった。よこれイントロダクション読んだらで、ね、結構ぶっ飛んでますね。ぶっ飛んでるよ。見ます、これ絶対見る。ほんでさ、これアニメ始める前からもうなんか TikTok とか YouTube とかでオープニング曲のなんか踊ってるやつめっちゃ流れてきて、その曲が頭に残ってるんだよ。へぇー、うん。鹿の子の子の子、腰タンタン。鹿の子の子の子、腰タンタン。頭おかしなるわ。ちょっと。面白い曲の作り方だな。今の若いというか、うん、なんか刺さるようなというか。そうそう。飲みたくないの。あ、俺、あれ最近見てるんですよ。あの、最近っていうか、うん、まあ、一話急に見たんだけど、なんだっけ、あの磯部物語っていうさ、昔あのジャンプに乗ってたやつだ。あれ実写ドラマになって、実写になったの。あれそう、実写になったの。実写させちゃったんだよ。なんて言ってなんか1話でやってるらしいんだけど、うん、あの1話だけさ、うん、YouTube にあったんですよ、うんうん、あったんだ。あ、もう頭おかしいんですよ。いや、うん、頭おかしいよ、あれアニメ自体が。うん、でさ、1話の自画予告見たんですけど、うん、1話の自画予告に急に平泉星が出てくるんですよ。なんで。平泉星です、こんなの時代劇じゃないんだみたいなこと言って。俺は時代劇のナレーションだって言うから仕掛けたんですよっつって。じゃねえか。で、全然次回予告じゃないの。平泉星の愚痴や。そうそうそう。そう、いや、まあ、2話見てないんだけど、もう1話目は確か、マキタスポーツっていう芸人さんが。ああ、はいはいはい。よく出てるよね、映画とかドラマとか。そうそう。で、まあ、多分、俺、そう、磯部物語見たこと、読んだことないから分かんないんだけど、うん、第1話とか2話を、再現してんだろうね。だから、さやーてっていう話のやつで、あの、さやとさやがぶつかったらなんかブレーダーっつって切るぞみたいな。
そういう話で追っかけます方の、あの侍の役なんだけど、あのよし切っちゃおうっつって。そのノリそのノリすまんねえよ、そのノリそうだね、もう話になんねえから切っちまうっつって追っかけまして、うん、でのよしもうここまでだっつってジャンプして切りかかったら磯部が避けて、あのなんか変な感じになって頭をあの思いっきりの地面に受け付けてボキッつって死んじゃうっていう、そういうそういう役ですね。シュールだな。じゃそりゃってちょっと面白かったんで、今ちょっと探してみてみようと思う。飲みたくないの。あれですね、ワウワウとか規制が緩くなるとやっぱぶっ飛んだもん作りますね。うん、ただね、TBS な、 TBS だったかな、 なんかどっかのね、やつね、刈り上げくんって知ってる？刈り上げくん。ああ、新聞のってたね、うん。そうそうそう、あれのさ、実写もあったんだよ。あれ全然面白かったね、あれ。うん、刈り上げくん、昔アニメもあったけどさ、4コマ漫画をさ、ドラマ化しちゃったんだよ。うん、実写絶対ダメだからね。いやまたずれそうも実写版みたいになっちゃう。ほんでさん、ほんでさ、30分超えてる。あら、うん、早っ。あっちゅう間に、あのもうこれは1周目がここでこう、まあ、ポーンと。そうですね、多分今2周目なんですけど。飲みたくないの突然テーマトーン。2週目で作りますこれね、2週目、はい。ちょっと別の、番組で使ったやつなんですけど、個人で自由にテレビ番組を作れるとすればどんな番組を作りたい、かっこ、予算は無制限とする、まあ妄想トークをしたいと、いうことでございましてですね、まあだからあの局とかあの事務所とか何にも関係なしに、で予算も無制限で使えるとしたら、今あのご存命とかも関係なしに、やれるとしたら何をやりたいというですね、まあ、そういう、まあ妄想トークをしたら、まあ、ちょっと夢中じゃないかっつって、まあ、私がかかってる全部の番組で使ってみたいなと思いましてですね。僕はね、はい、オリジナルアニメを作りたい。オリジナルアニメ、どのような、あの声優さんは使わないです。え、あの素人さんで、あのオーディションして、オーディションして、オーディションして、で、あの若い女の子たちが、あの紆余曲折をしながらね、バンドを組んで、今あるよ。あるよ。今なガールズバンドくらい。ガールズバンドトライだって。トライか。トライのすんか。ガールズバンドやってみよう。やってみよう。くらいの前。パクリみたいになっちゃって。もうスタジオジブリとか。2丁ぐらいでしたっけ、作って。でもバンド要素ないじゃん。ねえな。ねえな。監督急にあんの。なんかちょっとシリアスな展開が何話かありそうな。じゃあ新海誠。いや、もう、あえて、富野監督にやってもらおう。バンドなんか、バンドなんかできるものかよ。全員死んじゃう、絶対。皆殺しの富野と言われてんだから。ギターなんか弾けるものかよ。いや、みんな死んじゃうから。絶対。投げ出しちゃう。これが新しいドラムというものが、つって叩いてるかもしれない。それ俺の頭。親父にも惹かれたことないのに。あ、今やられちまーとか出てくることない。ちょっと BL 要素入れちゃう。行きまーすって。やめなさい。なんかガールズだっつって。笑えないよ。
今古谷さん笑えないよ。しかもガールズだっつって。ガールズだっつって。飲みたくないの。じゃあ俺ですか。じゃあ俺は、いや俺はもうモノマネ番組、バイキンのモノマネ番組全然面白くない。歌が上手い人ばっかり集まって全然なんか面白くない。喋りモノマネ以外禁止。お、歌えないんだ。歌えない、絶対歌っちゃう。なんか歌ったらええねみたいな、まあ、ピーが入りそう。あいつ禁止、あいつ禁止、あいつ禁止、あいつ、あいつできんです。禁止で禁止です。モノマネ王座ザセカンドです。営業とかで回ってる人専門コーナーだった。そう、うん、信吹さんとかがもうブイブイ出すね、うん、でその中にもうちょっとあのモアイとマサイが切り。いや俺らお金出すんだから、うん、なんかそこ優勝する。 でも僕モノマネなんかできないよ。嘘つけ。モノマネされてるじゃないですか。それ好きでつながったんだろ、うん、できますよ。大丈夫です大丈夫です、できます。そういうのか、あと素人っていうか、まあ、プロじゃない人がショーパブとか出てないね、うん、本当に素人の、うん、本当に素人が出れるモノマネ番組が欲しい、ね、だって、うん、なんかフジテレビで昔やってたさ、モノマネ、なんか日本モノマネ大賞って結局プロしか出てなかったもんだって。だってたもん昔、ああいうのじゃないのよ。本当の逸材を発掘したいみたいな、うん、のスタッフは耳が腐ってんじゃないかなっていう、やめようか。まさか止めて。いや俺好きだからそういう話。おい。まあ僕も参加して聞くといいなと思って聞いちゃうんだよ、うん、やっぱもう今のだっての話だろ。うん、おあいつでも本当に嫌いなんだよ、俺、あいつら。ね、何をメインなことしてんだ、バカでいいのと思うけど、本当に、ね。X、旧ツイッターでポエムのようなこと書いてる男だろ。いや、もう一番嫌い、嫌い、嫌い。俺を入れろ。スタッフに、スタッフに。あ、スタッフに。俺はモノマネじゃ、体制できないから。選ぶ側に。そう。ダメだよ、モアイさん選ぶ側になったらダメだよ。だってえ、なんで。だって途中から自分がやりたくてしょうがなくなるんだから、どうせ。いや、それは俺が金出すんだから。ああ俺が。モノマネ王座決定戦ディレクターズカットみたいな感じになりますよ。いやだからほら昔前あったじゃないか、ほらあの急に夢グループが出てくるみたいなあったじゃない、あのフジテレビであったの。あったんです。あったね。あったあった、うん、それ的なやつで俺がです。CM またぎで。そう。誰からも評価されないところでモアイとマサイを出します。急に。飲みたくないの。おお、なんや。あ、おお、そこ座っていいの。いや、でも今日はもうこの男3人で喋るっちゅうことで、ちょっと緊張してるけどもやな。そんなことはないねや。どういうことやね、そういうこと。この後、複数のモノマネ芸人がモノマネしてる本人に一番を決めてもらうみたいな企画の話になったんだよな。ほとんど使えねえよバカ野郎。これ全然じゃなかった。うん、あれなら俺の方が似てるわ。あれをまさか出たらもう優勝、優勝。ああいうのやりたいよね、その本人の前でさ、あやるってやりたいね、うん、金あるんだとね。加藤浩次とかやりたいもん、加藤浩次の前で。じゃあおばあちゃんと、おばあちゃんと、あと原口、うん、原口とグロッコ、うん、ああそうそうそう、うん、だから3人で、うん、あといないだろう。まあ俺似てない枠で俺出る。原口と赤枝に出てもらって、うん、で俺が出て、うん、俺3人使い分けられますよっつって。あ、そうだ、そうだ。、うん、それやりたい。ああ、いいですね。いいじゃないですか。うん、本当のやつ、本当の、本当のやつ、本気でいくよ。うん、
本気でモノマネ芸人を潰しに行くやつ。潰しに行くやつ。こんな本業の人たちがちょっと焦るぐらい、冷や汗かくぐらいの。ピンチと、あのビーズと、あのビーズのモノマネ芸人とかの比べさせてどう、はい、あー、もう。抜け出して、大行っていってこういうクオリティでやるやつ。それ、ラルクアシエルやそうそうそう。やってたの、やってたんだよ。飛び出さないってやってたんだよ本に覚えてないっつってんの。飲みたくないの。あんまりグレーのモノマネする人っていないよね。グレーはあれだ、ね、うん、お笑い芸人がなんか誰か一人おって、いた、あと占い師の人が顔だけに出て、みんな顔だけじゃねえかよ。あのってやる人、あの人、うん、あの人もやってるかな。ただね、そんなに、いや、そんな似てないんだよな。あ、いや、これはもうまさか、うん。あ、じゃあもうグレーも。俺、グレーの、うん、グレーの前でグレーのやる。ちょっと、おい、何グレーのモノマネのグレー。グレーの前でグレーのモノマネ。だって、手で喋りもできるもんね。ああ、そうだよ。うん、そうだよ。うん、だからライブの再現みたいにできるよ。ほんと爆笑したもんね、あれ。もう大好きなのがあるんですけど、うん、多分わかると思うんですけど、ちょっとやってもらっていいですか。お願いします。すいません。いやー、本当にね、今日はみんなに会えてすごく俺たち幸せです。いやー、でもね、今日はね、本当に今日ファイナルちょうどで、みんなとね、あと数曲でお別れっていうことでね。でもね、まだまだみんな盛り上がっていけるかい!OK! 本当に最後のファイナルだ!ありがとうございます。すいません、本当に。ありがとうございます。俺が聞きたくて。いや、やりたいよね、こういうの。俺やりたいよ、本人の前で。いや、なんか TikTok とかで調子乗ってるやつもさ。そう。なんか、あいつ似てねえじゃん、別に。あの、忘れてたら。俺、あれかな、TikTokかで、あ、TikTokかだって、TikTokか、TikTok? TikTok で俺、なんか、歌っちゃう、グレイ飛ばしてみようかな。やりましょう。やりましょう。やりましょう。飲みたくないの。